どうも、じいちゃんハナです。うん。ニタさん、本当に、あのね、毎日、毎回メール、コメントを読まさせていただいておりますから、心配しなくても、温かい言葉、ありがとうございます。皆さんも本当にありがとうございます。うん、みんな温かい言葉はね、みんな全部、目を通させていただいておりますから。はい、どうも。今日は、はい、場所の紹介からいきましょうか。はい。あなた名前知らないよね、今なんか言おうとしたけど。わかんないです、ここ。ただの、なんか、田んぼです。ここ来たのが、ただ森塚という場所ですね。ただ森塚？あの、今から、ただ森というお方なのですが、ただ森ってさっき食った中森と違う。あれ金取る。好きやの話じゃない。違うんか。ただ森って森大森か。ただ森。今から平家の墓に行くわけじゃないですか。平家、うん、平家行くな。あれと関係がある場所ということで、平ただ森なの。はい、歴史の教科書にも出てくる、平清盛の、あそこから止まる？清盛と忠盛？清盛のお父さんに当たる人。三代目？家系図的に言うと多分、二代目。三代目になると、清盛になるから、多分その三代目はね、多分違うと思うんだよね。本当に。それはさておいて、で、この人、なんていうの、まあとりあえず心霊の方の記事一応あったので見ましょうか。そちらを先に。ただ森塚、うん、平家の怨念が集う心霊スポット。ただ森塚に埋葬されているその平ただ森という人物は日本の歴史の中で超有名な人物のと。でその超有名な人物、あの平清盛の父親、うん、おで一番成功させたやつか。そうですね、あの平清盛が、前に、あなたに教えるために、アラジンにおけるジャファーみたいなポジションになったっていうじゃないですか。うんうん、要は、そもそも平家って、もともとが政治家の家とかそういう家ではないんですよ。もともと平民だったっていうか、貴族じゃなかった出だったんだけど、うん、そこから貴族入りするまで頑張ったのがこの人。この人だな。この人だな。それは霊感か何かで見えてらっしゃるんですか？だって、うん6代に行った時の感じと違うもん。あ、何か感じてらっしゃる、すでに。でもここ、2代目もここら辺？ 2 代目というか、書き息子、バカ息子みたいな。あっちの墓の人物のこと言ってる？あれは、1代目、2代目、3代目ぐらいの子供だろ？平の清盛の、孫だから、要はあれ5代ひいじいちゃんだろ向こう。あ、じいちゃん、ひいじいちゃんだろ。うん、だから向こうは5代目6代目くらいなんですよ、事実上だよね。うん、でここはその家系図的に言うと2代目のその、うん、清盛がその3代目だから、まあ絶頂期の時なんやな、うん、絶頂期というか、うん、一人で会社立てて、うん、その要は政界っていうか、そのなんか貴族のところにまで行きましたって、そこっていうなんかその立派に一企業立ち上げた人っていう感じ。ここまでは大丈夫なんだ。やっぱし 2代目後継いだバカ息子、ね、中森。若干平家の墓でもネタバレになるんだけど、平家の墓でもネタバレになるんだけど、まあ、あっち喋りたいことめちゃめちゃ多いからいいわ、ここでちょっと喋ろう。そうやな。そもそも平家って源氏物語に出てくるその源氏平家っていうその二大勢力の戦争なわけですよ。俺な光源氏しかわかんねえんだよ。そこ、うん、光源氏はちょっとまた別の時代で、うん、そのバーッとその家系図、うん、あなたが行った6代のそのところまでの人物のやったこととか一通り見たんですよ、うん、1代目はまあその平家っていうその名前を持ったその家柄を作りました、うんうん、2代目でここのね人で、うん、その要は貴族の社会に、うん、平民から貴族の社会に上がるところまでを築いたっていうすごい努力家の方、うん、
実際にこれはその平民から貴族に上がってきたってマオリは面白く思わないので、すごい嫌がらせとかも受けたんだけど、それでも決しておごることもなく、もう誠実に貴族社会になんていうの上り詰めて地位を確立した。で、それを思ったら、そんな立派な人だったら息子って普通二代目ボンボンのバカじゃねえのって思うけど、うん、でもそこは平清盛なんですよ。その要は一番歴史で頑張った人って。実際平清盛に関しては、あの当時の天皇が、うん、あのネットとかで要は歴代でやばい天皇決めようぜみたいなランキングみたいなのをやると、うん、ベスト3に必ず入るやべえ天皇だったんですよ、うん、あ、そうなんだ。そう、あので、あのその天皇を幽閉したりとか、もう本当になんかマジジャファーみたいなことをやりだすので、うん、正しいことではあるんですけど、あの当時的にはそれぐらい有能な人で、四代目要は清盛の息子ぐらいからバカになりだす。金か。まあ、あのそれはあのちょっと平家の墓の方で、だから平家の墓の方に関しては、あの二代目ボンボンのバカっぷりとかそういうのをガンガン喋る羽目になるので、ここは本当にあの記事見た時に、この人心霊スポットの要因になり得る理由にならんくないかって思ったんですよ。ここ心霊スポットじゃねえぞ。あの平家における1代目2代目3代目清盛までに関しては、あの心霊スポットっていうよりもそのパワースポット足りえるんじゃないかなって思うぐらい実績が輝かしいんですよ、うん、負けてるっていう。ここに何があったの、ちょっと待って。あ、そっか、その清盛のここに家建てたの、どうなんか。それは知らない。え、でもここ使ってあるから多分家なんか建てれないでしょ。家じゃないのこれ。俺が使うか。行政のトップであるその大政大臣っていうところまで清盛は行ったんだけど、それの母だから超有能だよ。外行ってもらって。すいません、はい、はい、ちゃんと一礼しましょう。なんか階段みたいな登れるところないですね、ここ。天守発祥の殿下か。書いてあるやん、ここにいろいろ。そうそうそう。何これ、全然わかんない。かけし。ただ森、この人も知る。で、有名な清盛になっていたりかな。どこから始まるのこれ。何が何が始まるんだ、言ったら一応右だけど、これこっから家系図的には、うん。あ、清盛おるやん。違う、それあの何あれ何が違うの。清盛の側室じゃないのかそれ。ちょっとカメラ持っていただけるかな。うん、ちょっとあのこれ映しながら映してる、うん、で、あの清盛はみんな優秀なんですよ。うん、優秀だな。で、みんな知ってる通りで、この清盛のお子さんこんだけいるんだけど、すげえおるな。この重盛っていうこの要は一番のお兄ちゃんが、うん、唯一有能だった息子の中で、こんだけいるのに。で、有能すぎて、でもこいつだ、こいつとこいつだ。何が？ん？今で言うヤンキー。多分な、見たのかで。マゴロクはどこや？マゴロク？六代は。6代がこのここ。おお、すげえな。あの高倉天皇、高倉健でもないよね。重盛が確かあのめちゃめちゃ優秀だったけど。教室学校受け取るみたい。そうだよ、そうだよ。
若かったけど、うん、あのプレッシャーすごすぎて早死にしたレベル。あで残りのやつら全員無能だからどんどん廃れていった感じ。廃れたっていうより、うん、やっぱし人間は金が増えるとダメになるっていうことがここに祀られて、あの示させられとるってことか。うん、そうそうそう。もろこの重盛はマジであのよ、うん、一番お兄ちゃんだからあなたなんての家督継ぐよね、じゃあ仕事しなさいみたいな教え方をされるんでしょうね、きっと当時だったから。もう相当親父っていう人間は尊敬する件嫌いな面々もあったみたいだな。うん、そういう、うん、かわいそうな家系だなこいつら。特に本、うん、こいつらこいつら絶対、うん、うるせえバカ野郎クソじじいっていう感覚だな。まあ、むしろこいつらがダメにしたと思えばよ、このここら辺のやつらが。うん、その辺が多分なんていうの、うん、あの仕事もがっつり任されるでもなく、そのお金使うだけみたいな金食い虫になったんだろうなっていうのは。すげえ金食ってる、無駄な金だから。こいつがすげえ、そうなんかあの止めても一心に頑張って、うん、無理だったんやな。でもなんていうか当時にしても若いなって思った。確かに、いや相当40ぐらいでもうなんか確か50円ハゲがいっぱいできとるような教えだぞ。すげえ厳しいんだこの忠盛お父ちゃん。あ、ここの方、うん、ここの方は、うん、まあ正直言ってもさ、起業してさお店を立派にできた人ってさ人格者やみんな、うん、このちゃんと大きくできてるっていうことは。高倉天皇ってあるの？うん、どれだ。何これ高倉天皇。当時の天皇かな。みんな森が好きだね、厨房とか。そうですね、うん、小さい頃は別の名前だったりするけど、あの大人になったら名前変えるっていう感じであるので。まあ、あの探索に戻りますけれども、うん、あの心霊スポットではないと。全然パワースポット、いいスポットだな、ここだな。